この番組は FC 琉球の選手たちが仲間と本音で語り合ったり、友達になりたい人に会って仲間を増やしていくトークバラエティです。選手もチームも関係者も番組スタッフもみんなが進化してシンカーの輪を世界中に広げていきましょう。シンカ TV。 先週のシンカ TV は富所優選手と FC 琉球アカデミーコーチの牧野さんと奥宮さんの対談をお送りしました。今週も引き続き3人の対談をお届け。過去の思い出話からこれからのサッカーについて熱いトークで盛り上がります。シンカ TV、 今週も行ってみよう。まあ、あとはあれだね、練習の時だったらよくサッさんとかあの4対2の回しがあってみんなでやろうぜって言ってて、俺結構下手だから富のグループにわざと呼ばれて回されてみたいな毎回。サッさんそれでさ、アキレス腱切ってそうそうそう一緒にアップでボール回し入ってたらサッさんアキレス腱切って次から松葉杖で指揮取るとかね。あったね。最初の方はさ一緒に行ってたよね、車。俺場所わかんねえって言ってさ。行ってましたっけ。行ってたよ。お前が車を送ってきてくれてさ、で途中から俺が送るようになったの立場逆転してんの先輩なの、どういうことみたいな。先輩なの、先輩なの、いつ迎え来んのみたいな。マジでそれは全然覚えてない。あ、じゃあいつ行きますみたいなちょっと早くしてとかそんなん普通にあったから。全然覚えてない。途中から逆転してたっていう。まあそうっすね、リーグも違ったんですけど環境は良くなってますね。しかも10年。10年か、すごいな。でも練習場のさ環境も変わったよね。芝生めっちゃ良くなったりとか。あ、それはすげえ。最初の頃そんなに良くなかったもん。良くなかったね、うん、上がり先なんか俺ら走ったイメージしかないもんね。そうだね。今じゃめっちゃね芝生いいけど、コチンダもそうか。コチンダもそうだね。今めちゃくちゃいいもんね、どこも芝生の環境は。あとスタッフも増えたよなそれはね、そうだね、かなり充実してるよね今ね。でも飯は何回か行ったことない。飯ぐらいは行くっすけど。いやでも2人はめっちゃよく飲み行ってて。そうそう、同級生だから。でも子供生まれたりねしたらね、なかなかね落ち着いちゃうよ。そうだね、子供ね。子供がやっぱりいるとスタイル変わるからね、子供は一気に変わるね人も変わるからね。そう、笑顔が増えるから。そうだって考えた時にその今年入って今ボランチしてるじゃん。で、まあ、マキとこの前試合見てて思ったけど、昔の富だったらやらないプレーをよくするなって話してて、それが何なのかっていうと、スライディングで相手をちゃんとこうスライディングかましてまででもボールを奪ったりとか、そういうのは昔なかったから、そういう意味ではやっぱ成長してるなみたいな。一人の親となってそこで責任感が出たのか分かんないけど。そうそうそう、まあ俺も子供生まれてさちょっとこう思った時とかもあったから。そこね、プレイスタイルそんなだからその変わんないよね。そのパスとかもそうだし、テンポ作るのもやっぱそうだよなとか見てて思いますね。あ、そうやるよねみたいな感じは、なんかそのゲームの作り方とかはやっぱり見ててなんとなくわかるし、今自分たちはあのアカデミー見てるんで、やっぱそれがあの一番のお手本になるんで、やっぱそのボールの動かし方もそうだし、技術っていうのはやっぱり一緒にやってた分こうなんか子供たちにも伝えやすいっていうか。アカデミーね、まあ、だからスクールね始めたもんね。自分でスクールを2年前ぐらいに立ち上げて、選手やりながらそっちもやってるんですけど、その育成に関しては2人の方が。いやいや、出身がさもう育成のあれじゃん、ベルディだからさ、ね、やっぱもう日本の中でアカデミーじゃねすごいところにいたからね、その経験をそうやってスクール始めて教えるっていうのもいいだろうね。面白いと思うし、そこにね通うと直接受けられるから指導が、それはまあすごいラッキーですよね。 CM の後、富所選手がスクール立ち上げの思いを語ります。シンカ TV。 まあ選手やってるうちに何かしたいっていうのはあったのが一つと、例えば沖縄県の高校サッカーとか全国的に見たらまだまだレベルはあんま高くないしね。琉球のユースとかでも全国大会行ったらすぐ負けちゃったり、アカデミーとかも通してこう育成年代がもうちょっとレベルアップできればなと。でもそうやってやっぱ始めてくれると俺らもやっぱりこのアカデミーのスタッフとしても助かったりとか、そこでいい選手いたら
また情報として教えてもらえたりとかもするんで、まあ、でも最近ユースもちょっとずつ、まあ、トップチームとの関係も多くなってきてレベルもそこそこ向上してきてるっていうところで、まあ、ここ数年で富所2世みたいなね選手とかが生まれればなっていうふうに考えて育ててはいるよね、うん、やっぱ上手い選手はやっぱ育てたいから。年代別の代表入ってる子もね今ユースで1人いる。勝った時は基本ラインダンスで多分ゴール裏にサポーターはいなかったじゃん、多分芝生だから、ね、いなくて、うん、向こう側もなくてこっち側だったからスタンドに向かって多分みんなで肩組んでラインダンスをしてたっていう感じだったと思う確か。でも最初のさトミの印象なんか、あートミそもそも最初会ったのが多分俺沖縄来てすぐ練習合流前にもすぐ会ったよね。会った時にマジ無口で喋らなくて人見知りだから、そう人見知りっていうのは知らんかったからこいつ怖みたいな最初なって、で一緒に行くようになってちょっとずつキャラつかめてきてめっちゃ優しいやんみたいなってなって結構そこからどんどん仲良くなっていっていつの間にか立場が逆転してたっていう、どっちが先輩か分かんな い気づいたら、まあ、まあ人見知り、まあ、ポーカーフェイスだけどめちゃめちゃ優しいし、ね、気遣いがしっかりできるからめっちゃ褒めてる、あんま褒めすぎてるけどさちょっと褒めすぎかん、めっちゃ褒めてる、あんま変わんないよねでも、変わらない変わらない、このままクールだし。でも最初同級生だったからやっぱりこうちょっと距離詰めようと思って結構ふざけたことしたけど全く笑ってなかった怖いな、この人感情あるかと思って、それは面白くなかったんですか。いやいや絶対それはもうすごかったあ、まあ去年ね結構大怪我してシーズン途中で離脱したけど今はねこうやってできてるっていうところを見てるとまあ俺たちも嬉しいし、まあ一緒にプレーしてる選手もどんどん減っていく中で、まあ、トミがこうやって活躍してるっていうのは俺たちの励みにもなるんで、まあ今後も頑張って応援してます、はい、最後にしっかり J1 昇格してもらって引退するぐらいのやっぱり、気持ちでやってもらって、やっぱりミスター琉球なんでそこはやってもらって、まあ、怪我なく頑張ってもらえたらなと思います。個人的にはチームをこう J1 にまずは上げれるように頑張るのが自分の目標なので、2人にはまあ、アカデミーからこういい選手を輩出してもらって、まあ、お互いができることを、頑張れればいいと思います。富所選手と FC 琉球、そしてこれからを担うサッカー少年たちの活躍が楽しみですね。県産品を食べて応援しよう。新型コロナウイルスの影響を受ける県内の事業者やご家庭を支えるためFC 琉球では県産品応援プロジェクトを推進しています。県産食材を活用した琉球応援弁当の開発やレシピの紹介などを通して県産品を PR、 コロナ禍の影響を受ける県内の生産者さんを応援します。琉球応援弁当は県内の子どもたちの食料支援や食育のため子ども食堂などに寄付。FC 琉球の試合日を中心にイオン琉球の一部店舗で販売もしています。 FC 琉球県産品応援プロジェクト、詳しくは特設ウェブサイトをご覧ください。沖縄を元気に、沖縄とともに強くなろう。3人は本当に進化なの。 FC 琉球進化ゲーム、こちらのお手元にございますグーネット沖縄の方でお好きな車を選んでいただいて、私が持っているこちらのカードに質問がございますので、お一人5枚ずつ引いていただいてその質問をもとに答えを導き出すというゲームになっております。それでは次は高校に行きたいと思います。1枚、これで私の好きなところは私は私だと、はい、2人分だね。色とヒゲ、まあね、そうなるね。シンプル。2枚目お願いします。年式は2020年。続いて3枚目、小学生の頃のあだ名はトミだね。ごめん、そうだよ、惜しかったね。なんか惜しかった。他はなかったですか。呼ばれてないんだからないよ。4枚目、はい。意外な特技はバーベキューした時に焼き鳥を焼くことですね。
うまいんだよな、焼くの。うまいんだよな。ベランダでバーベキューした時にちゃんとこうやって勝負ってやつだろ。それではラスト1枚。メーカーはクライスラージープ。いいですか。はい、ズバリ選んだ車はクライスラージープラングラーアンリミテッド。正解はジープラングラー。正解です。おお、正解です。おめでとうございます。ちょっと1台しかないんですよ、この中で。2020年ラングラーは。この進化ゲームで使われているグーネット沖縄、メーカー、車種、価格などいろいろ調べることができ、あなたにぴったりの車がきっと見つかります。グーネット沖縄で検索。今週の進化 TV いかがだったでしょうか。来週のゲストは FC 琉球を裏で支えるマネージャーの加藤匠さん。そんな縁の下の力持ちである加藤さんの対談相手も FC 琉球を支える方。清潔で輝くユニフォームを着れるのはこの人のおかげなんだとか。進化 TV 来週もお楽しみに。